アキア、今朝から怒ったままだろうな。お帰りなさいませ、シキ様。ただいま、翡翠。わざわざ出迎えてくれてありがとう。アキハはまだ帰ってきてない。はい。今夜は特別遅くなるとのことですので、ご夕食はシキ様をお一人で済ませるようことづかっております。シキ様。ん？何？翡翠。つかぬことをお伺いしますが、シキ様は今夜もお出かけになるのでしょうか？実はこれから何日か夜は出かけることになる。でも誓って悪い遊びをしているわけじゃない。アキハには嫌われる一方だろうけど、途中でやめることはできないんだ。翡翠にも迷惑をかけるけど、しばらくは見過ごしてくれると助かる。0時になったら帰ってくるから、玄関の鍵だけ開けておいてほしい。私たちに理由は話せないというのですね。そうだ。ごめんな、翡翠。だらしないやつだと思って今は何も聞かないでほしい。いえ、シキ様は私の主人です。主人をだらしない方と蔑む使用人はおりません。お待ちください。その差し出がましいことなのですが、シキ様さえよろしければ夜に出かけることをアキハ様にお隠しすることができます。それって口裏を合わせてくれるってこと？はい。夕食後、アキハ様をお部屋からお出になることはまれです。就寝前の見回りは私と姉さんがしておりますから、
その報告を怠ってしまえば、四季様のお部屋の様子は誰にもわからなくなります。いや、そりゃ助かる、助かるけど、いいのか。秋葉は二人の雇い主じゃないか。私の主人は四季様だと申し上げたはずですが。ありがとう翡翠、そうしてくれるととても助かる。それでは今夜からはこちらのカードキーをご利用ください。秋葉様の言いつけで屋敷の正門の暗証を変えたのです。こちらのカードキーでしたら深夜でも正門の鍵は外れます。お、さすが秋葉、対応早いな。私からの提案は以上です。夜の外出をお止めはいたしませんが、どうか怪我のないようお気をつけて。やった。